僕は今日詐欺か麻薬で迷ってます。そんなのよりよ、これ見ようぜ。あ、女性の被告じゃないですか。姫野って名前がいいじゃないかよ。可愛い顔が目に浮かぶよ。そういえば僕まだ女性の被告って見たことないんですよ。あ、これもだ。あ、こっちも女ですよ。気づいたか、今日は女の裁判が多いんだよ。女の刑事裁判は全体の1割しかないんだぜ。1割。不利。美人被告グラフィティ自分のイメージでも。こんなんに当たった日にはもう最高だよ。特に性的な事件が語られた日にはもうエロさ爆発なんだからよ。エロさ爆発？よし、今日は女被告祭りといくか。じゃあ行きますか。こんにちは、祭りです。何が女被告祭りよ。ったく。まさ、なんて名前だ。松田聖子です。聖子ちゃんか、期待大だな。あ、来ましたよ。完全に名前負けだ。次は、おう、3175号って新藤カレン。カレン、カレン。第2に犯行状況ですが、被告人は平成21年5月。ババアのくせにハイカラな名前つけやがって。これはもう姫野由紀にかけるしかないですね。姫野義成です。盗聴器は僕の愛です。男なら好きな女性を守ってあげたいでしょ。振り仮名振っとけよ、紛らわしい。書いてちょうね、男が女かぐらい書いとけっつんだよ。ってもう、あとキープしてるのは山田めぐみだけですね。普通の名前だな。あれ、人気なんですかね、この裁判。山田めぐみ、そうか、忘れてたわ。この事件は3ヶ月前マスコミを騒がした美人教師が生徒にセックスを教えたっていう夢のような事件さ。被告人は平成21年4月13日、私立南岸寺学園高等学校において男子生徒 A に対し、同人にわいせつな行為を企て、大事な話がある、一人で来てほしいと同生徒を教室に呼び出した。君の気持ちは本当に嬉しかった。でも、教師と生徒だから付き合うことはできないの。これは授業だからね。先生がいろいろ教えてあげる。これで終わりなんて。これやだよ。また会ってくれるよね。ダメ。どうして。一回きりだから思い出は美しいの。それは違うでしょう。では被告人は証言台へ。犯罪だという認識はなかったのですか？
ありました。ではなぜ生徒にわいせつな行為を働いたんですか？きっかけはある生徒が私に告白してくれたんです。それでセックスの授業ですか？あなた何人の生徒と性交渉をしたんですか？47人です。では1日に2人以上の生徒と性交渉したことは？あります。すごいですね。ならば一度に何人もの生徒とセックスしたことありますか？ナイス質問。大体分かりましたから先に進みましょう。はあ、はあ、空気読めよあの裁判官。まあ男としては聞きたいところでしたよね。お前には感情ってものがないのか、幸運ってものがないのか。お前にはこれは確かにあまりにも淡々としてた。当たり前でしょ。判決下さなきゃなんないんだから、いちいち興奮なんかしてらんないの。北君みたいに泣いてたら冷静な判断は下せない。ここに娘さんからの手紙がありますので読まさせていただきます。申し訳ありませんでした。いや、あの話は泣かない方がおかしいよ。北君は絶対裁判官になれないタイプだね。ああ、もう腹立ちでクソがねやろう。でもなんで裁判官はあんな冷静でいられるんだろう。人間だからオンとオフの切り替えはしてると思うよ。マリア！マリア！あ！まあ自分でしょ。だからいろんな感情を抑えて裁判に臨んでいるんだと思うよ。少しぐらい感情出したっていいだろう。賛否してたかどうかぐらいは。うん、殴るよ。感情を抑えるか。そう、冷静に事実と向き合って判断するの。よし、午後の裁判は冷静に見てみよう。あ、大丈夫ですか？あ、どうもすみません。座ってください。あの年になったら人生そのものがおふってんだろうな。そういうこと言わないの。ブサイクだったら帰るからな。いいの？女性の胸骨なんてめったに見れないよ。5人だったのかよ。大丈夫かよあのじいさん。合格だな。ご起立ください。裁判官のように冷静になってみよう。それでは審理を始めます。被告人は平成21年1月15日かつて不倫関係にあった逗子信彦さんに対し2人で撮影した写真を見せて不倫関係にあったことを公にすると恐喝し350万円を被告人の口座に振り込むよう要求した。三崎香織は今から10年前、上司である逗子信彦と不倫関係になった。交際は7年続いたものの、香織の退社により関係は自然消滅。その後、
香織は年下の美容師と結婚、そして出産。ちょっと何してんのよ。せーのおめえもや。しかし1年後、夫の借金と暴力を理由に離婚。幼い子と借金を背負ってしまった香織は、かつての不倫相手である信彦をゆすろうと思いつき、350万支払わないと奥さんに私たちのことバラすわよと脅迫。100万を振り込ませたものの、香織は満足せず、二人の写真を会社にばらまいてやる。そう内容をエスカレートさせた結果、信彦が警察に駆け込み逮捕となった。金に困ったとはいえ、元不倫相手を譲るのはお門違いだ。同情の余地なし。証人は被害者である図志信彦さんです。え、被害者自ら？そんなの初めてだ。でも彼女と不倫しそうなモテ男なんて見当たらないけどな。では証人の方は前へ。はい。どう見ても不釣り合いでしょう。半年前、被告と久々に食事をしましたね。はい。食事をしながら被告はどのような話を？生活が苦しいと聞きました。その後二人はラブホテルに行っていますが、どちらが切り出したんですか？どちらというよりは昔の関係がありましたので、成り行きで。そのホテルでいつの間にか写真を撮られ脅迫されたんですね。騙されました。最初から騙すつもりで彼女はホテルに行ったんです。しかしあなたは100万円を振り込んだ。私にもかつて彼女を苦しめたという負い目がありましたから。しかし妻や子供に危害が及ぶのを避けたいと思い、警察に相談しました。この人は不倫が公になるリスクを背負って男らしく決着をつけに来たんだ。以上です。でも騙すつもりでラブホまで行くなんて、やっぱ女って怖いな。それでは弁護人反対尋問。では質問していきましょうか。何だったかな。大丈夫かおじいちゃん。つかぬことをお伺いしますが、あなた月の小遣いはいくらですか？3万円ですが。それは以前から？そうです。なんで今小遣いの質問なんてするんだ？不倫していた当時、食事代やホテル代はどちらが払ったんです？昔のことなんでよく覚えていませんが、ほとんど私だったと思います。1回のデート代はどのくらいでした？それはまちまちというか。どこでよくデートなさったんですか？特にどこというのはなかった気がします。彼女を妊娠させたことがあるようだが、何回です？確か2回か3回ほど。そんなに？っていうか何回かくらい覚えとけよ。堕胎費用はどちらが？2度目は私が10万ほど払いました。妊娠させたくせに。かなりせこいなこの男。いくらかかんの？下ろすのに。多分10万ぐらいだと思う。女房に何て言おう？なあ、何て言えば都合つけてくれると思う？分かんないよそんなの。お前も考えてくれよ。いつ奥さんと別れてくれんの？
そんなことより金をどうするかが先だ。彼女に対して奥さんと別れると言ったことありますか？あったと思います。でも最初から別れる気なんてなかったんだろ。彼女が退社してから連絡はしたんですか？いえ、なんとなく疎遠になりまして。お世話になりました。ご苦労様。7年間も騙した挙句彼女の退社を理由にポイッと捨てる。あんたさ、ちょっと都合良すぎるでしょ。こいつ全然男らしくなんかない。それでは席へ戻ってください。顔してるぞ。あいつ許せないですよ。恐喝されて当然です。冷静に裁判見るんじゃなかったの？ていうかよく冷静にしてられるね。まさに女の敵じゃん。女も悪いよ。男見る目なさすぎ。俺は希望を持ったけどな。こんな都合のいい女がまだこの世にいたなんて。山さんはこの世から去ってください。何が熱くなってんだよ。完全に弁護人に踊らされてるね。しかしなかなかやるなこのじいさん。うん、事実の確認をして深く追及はしない。だから逆にこっちの想像を膨らませる。老解っていうのはこういうこと言うんだろうな。二人ともあの男の味方なんですか？お前なんか勘違いしてないか？罪を犯したのは女の方なんだからね。でも僕だったら1000万くらい踏んだくりたくなる。お前いいこと言うな。え？借金してるならそのくらいのお金を要求しても不思議じゃない。なんで350万なんだ？350万支払わないと奥さんに私たちのことバラすわよ。ちょっとどういうことですか？あのおじいさんなら解明してくれるか。僕なんかいいこと言いました？食事代やホテル代はどちらが払っていたんです？あれ、男にした質問と同じだ。ほとんど私です。え、男も確か。ほとんど私だったと思います。どちらかが嘘を言っている。食事代やホテル代はどちらが払っていたんです？あれ、男にした質問と同じだ。ほとんど私です。どちらかが嘘を言っている。彼には奥さんも子供もいて、お小遣いも3万円と限られていたし、彼のお給料が安いことも知っていましたから、私が出すようにしていました。そういえば男に小遣いの話も聞いてたな。1回のデート代はどのぐらいでした？食事代が3000円でホテル代が4000円ぐらいです。どこでよくデートなさったんですか？会社が池袋にあったので人目を避けて大塚まで歩きました。そこの居酒屋やラブホテルです。まちまちというか特にどこというのはなかった気がします。彼女の答えの方が具体的で詳細だ。いつもそのような感じだったんですね。いえ、給料日前は節約のために私の部屋で過ごしました。そうか、これはじいさんの作戦なんだ。小遣いの話や同じ質問を重ねることでどっちが嘘をついているのか浮き彫りにする。彼から奥さんと別れるという話を聞いたことはありますか？はい、その言葉をずっと信じていました。
しかしあなたから辞表を提出していますね。それはなぜですか？社内で私たちの噂が立ったんです。それで彼に迷惑をかけたくないと思って。それなのに彼からの連絡は途絶えてしまった。はい。半年前久しぶりに彼から電話があった時あなたどう思いました？精神的に参っていたので嬉しかったです。そのあなたが恐喝をしようと思い立ったのはなぜですか？彼はそんなことよりが口癖でした。週2回のホステスで月10万、家賃が6万で託児所が1万5千円、残りを借金の返済に充てたらもうご飯代も残らないの。大変だな。前ももうどうすればいいかわからない。そんなことよりさ、これからどうする？いつもそんなことよりと言って話の矛先を変えるんです。終電まであと2時間だ。場所を変えるか。昔から自分勝手な人でした。あの時の私はそれが頭に来てしまったんです。ねえ、写真撮ってもいい？え？あなたとの写真があったらもう少し頑張れるような気がして。しょうがねえな。女の弱みにつけ込んでただやりたかっただけなんだろ。本当にごめんなさい。時間はかかると思いますが、お金は何としてでもお返しします。最低の男だ。今回あなたは彼を恐喝しました。はい。ではなぜ350万円という金額だったんですか？私にはどうも具体的すぎる金額のような気がするんですが。私は彼とのデートの時には必ず手帳にシールを貼っていました。7年間で少なくとも500回は会ってると思います。食事代が3000円、ホテル代が4000円、1回7000円支払った計算から350万円要求しました。リアルだ。私が払い続けたお金を返してくれれば今の生活が少し楽になると思いました。あの弁護人のおかげで証言のリアリティが全く違う。では最後にお聞きします。7年間の交際の中で一番辛かったことは何ですか？それは過ごすことです。クリスマスは私にとって一年で一番長い日でした。
彼女はきっと奥さんって存在に憧れてたんだと思う。だから結婚早まっちゃったんじゃないかな。なるほどね。それでどん底に落っこっちゃったってわけが。まあ恐喝してたら元も子もないけどね。それも全部あの不倫男のせいですよ。法廷から逃げて一服かよ。おい、おい、何でしょう。いや、そっとしておいた方がいい。彼だって苦しい思いをしてるんですから。僕はそうは思えません。家族や会社に不倫が知れ、これからずっと白い目で見られるんですよ。彼はこれから不倫の代償を支払っていかねばならないんです。あ、コーヒーシミにならずに済みましたよ。ありがとう。あ、いえ。でも驚きましたね。7,000×500日には。きっと清算したかったんだよ、今までのダメな自分を。清算したい過去か。山ほどあるな。俺もあの時の彼女手放さなきゃな。それってフィギュアの話ですか。バカ、人間に決まってだろうがよ。っていうか山さんは生まれた時からやり直しなさい。わ、全否定。美和ちゃんはいいよね、悩みとかなさそうで。悩みくらいあるよ。答えが出なくてイライラする時とかもあるし。どうやって解消するわけ。美和ちゃんも常連だったのね。小がらしなく街角、寒がりな白い息、季節の変わり目は風邪ひきやすいんだっけ。せわしなく流れ僕はストーカーじゃありません。無罪なんて刑事事件の 1% もないんだよ。それが見れたらすごいけどな。見れるかもしれないんですよ、この裁判で。被告人とセックスをした。引けませんか。ひどい。